フェラーリ 412T1 は、スクーベリアフェラーリが1994年の F1、世界選手権参戦用に開発したフォーミュラワンカー。1994年の開幕戦から最終戦まで、実戦投入された。フェラーリとしてのコードナンバーは646。シーズン中盤の、第7戦フランス GP より、 改良型の 412T1 バイトが投入された。412T1 は、1気筒あたり4バルブの V12 エンジンと、横切りアボックスを搭載した1台目のマシンから取られた。1994年に向けて、ジョン・バーナードが設計したマシン。ハイテク装備禁止とレース中の燃料、最給油解禁に対応してデザインされた。 下にうめいた溶接構造の小型軽量ギアボックス、ピロボールジョイントを用いないサスペンション、サイドポンツーンの中ダクト状のインテークなど、革新的なマシンとしてデビューしたが、冷却系統に問題があり、第5戦スペイン GP で、インテークが一部拡大された。シーズンイン前から、溶接構造のギアボックスの精度不足に悩まされた。溶接での製作はギアボックスを極端に、 小型化したが、精度が低く、図面通りの寸法にはなかなか製作できなかった。フロントサスペンションは、ピロボールジョイントを配し、サスアーム自体が、モノコックに直に固定されていた。サスアームの根元を薄板状としてこの部分を、たわませることで動かしていた。フロントのショックユニットは、ダンパーとコイルスプリングを同軸に配置せず、並列に、並べたユニークなものだった。 バーナードの前作であるベネトン B191 人にいたハイノーズなど空力にもバーナードの個性が強く出ていた。レギュラードライバーのジャン・アレジェが開幕戦後のテストで負傷。第2戦パシフィック GP と第3戦サンマリノ GP は大役としてニコラ・ラリーニが出場しサンマリノ GP で自身唯一の表彰台を獲得した。 アレジの負傷をはじめ、ローランド・ラッツェンバーガー、アイルトン・セナの事故死など重大事故が続発したため、スペイン GP 以降車両規定が変更された。ディフューザーは、左右部分が小型化され、ラム圧減少のためエンジンカバーに穴が開口された。シャーシエンジングスタッフ・ブルナーが、レギュレーション改定に対応して、回収を行い、第7戦フランス GP から、B スペックが登場した。 サイドポンツーンは初期のコンセプトを捨て前方を切り落としたような形状となった。また、サスペンションもコンベンショナルなピロボールジョイントを用いたものになった。第8世にイギリス GP からバンク角度を75度まで拡大した改良型ティポレイオン3エンジンを投入した。初期の自家付けのサスアームはいわゆる型を嫌って採用されたものだが、サス作動部自体が 金属の板でバネ性を持つためセッティングが決まりにくいという欠点があり変更された。後続コースではエンジンパワーを発揮し第9戦ドイツ GP では久々に予選フロントローを独占。ゲルハルトベルガーがポールポジションから独走しフェラーリに3年半ぶりの勝利をもたらした。第12戦イタリア GP でも 再び予選フロントローを独占し、初ポールポジションのアレジが首位を走行したが、ピットインした際ギアボックスが故障して初優勝を逃した。実践的な改良を続けたことで後半戦、活躍したものの中低速のテクニカルコースでは苦戦し、エンジンやギアボックスの信頼性不足を克服することはできなかった。 シャーシエンジン 3A 処方グランプリカーズ、名車列電ボリューム2。しかし1996年のフェラーリ F310 以降、ピロボールを用いない自家付けのサスは、一般的なものになる。ありがとうございます。